いつもご視聴していただきありがとうございます。素人チャンネルの GT7 ドリフトセッティング公開動画ということで、今回はですね、こちら、スカイライン GTSRR3187年式ということでですね、RB20、こちらのね、エンジンが乗ってる GTR じゃなくて GTSR、スカイラインの方のね、ドリフトセッティングシートになります。これはね、もうあくまで僕なりにセッティングしたものになりますので、参考としてね、ご使用して、ドリフトをね、して遊ぶためにご活用いただけると幸いだなと思っております。それではですね、いつものように、筑波サーキットの方、行って、走行シーン、操作シーンともにですね、映していきたいなと思っております。で、セッティングは本当このように、ざっくり、ですけれども、こういう風な設定になっておりますので、皆さん、本当にご活用していただいて、あとはもう自己流にね、ちょっとアレンジしていただければいいんじゃないかなと思います。で、ホイールもですね、16インチのワイドワイドで、リアスポイラー関係はノーマルでいってます。はい。なので、まあ、リアのダウンフォース、フロントのダウンフォースともにこんな感じになっております。それでは本当にいつも通り、筑波サーキットの方で試走していきたいと思います。はい、早速筑波サーキットの方に来ました。じゃあちょっとね、ドリフトしていきたいと思います。まあこれね、最初、やり始めた時はかなりね、やりにくい車だなとちょっと思ったんですけど、AE86 レヴィントレノと同様でですね、練習するには、いい車なんじゃないかなと思っております。まあ、僕的にはですけど、で、あのスーパーシルエットみたいな感じで、この極寒ターボ具合ね、これ一応高回転型入れてますんで、中回転や低回転入れると、またね、走りに対してこう乗り味っていうのかな、そういうのが変わってくるんじゃないかなと思っております。なんかね、ドッカンターボ好みの人はね、高回転型でぐーっと最後に伸びていく。どうだ。楽しい車にはね、なりましたけど、最初は本当ドリフトができないで、この車、ちょっとドリフトセッティング難しいのかなと。思ってたんですけど、まあ意外とね、セッティングがちゃんとできてしまえば、さほどそういうこともなく、うん。あ、やば、失敗した。失敗した。リプレイが嫌やな、これ。次、ミュージックリプレイ行きますからね。全然面白い感じ。いい感じ、これ、本当に。あー、危ねえ。いやいやいや、ひどい、ちょっと、今日。過去一ひどいかもしれんな。ドッカンターボの方、皆さん注意ですよ。急に加速がドンと来るんで、一番いいのは中回転ぐらいかな。もしかすると。なんでね、そこら辺パーツとかも、皆さんね、走りの好みに応じて変えられてください。で、僕自身がね、エンジョイドリフターでありますから、速さだったり何だったりっていうように、リアタイヤをね、滑らせて、綺麗にコース上にね、とどまって走る、そういうのをね、目的に目指してやってますから、
遅いなとかなんだっていうのはね、当然あるかもしれませんけれども、僕はもうこれでね、走れてるんで満足っていうところですかね。なんでこう、皆さんが求めてる、走行ができないかもしれないというのがありますんで、そこら辺はもうちょっとご理解いただいて、ご了承の上でね、このセッティングを使っていただけることがあります。できとるんでね、いいんじゃないかなと思います。ね、これね、昨日、2024年5月30日のアップデート、ね、追加された車両になってますんで、昨日ね、セッティングダッシュが終わったばかりです。はい、なのでね、ドリフト走行会を行った時はこちらの車をね、持ってきていただいて、配信に参加していただいたりしていただけると本当に僕らもね嬉しいので、あとはね、白木さんの動画見てセッティングしたよーなんか、声をいただけるとね非常に嬉しく思ってます。はい、ということでね、もう4週間になりますので、そろそろミュージックリプレイの方に入っていきたいなと思います。それではですね、引き続き、ミュージックリプレイの方をよろしくお願いします。
いかがだったでしょうか。久しぶりのね、ドリフトセッティング公開動画だったので、結構失敗があったりとかね、過去一激しいドリフト走行シーンになってたと思いますけれども、一応ね、参考にしていただければ幸いだなと思っております。そして最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。お疲れ様でした。